マリサだぜ。契約書一挙開封。やっていきましょう。ギータ欲しい。結局はギータ欲しい。ちょっと今回はもろもろとイレギュラーな形ではありますが、細かいことは気にせずやっていきます。いつもの長細スマホ画面じゃなくて横長テレビ画面だしな。ショート動画でもないと。まず TS 来なかったことがイレギュラーですけどね。もうね、急遽借り出されましたよ。まあちょうど契約書引き倒そうとしてたしな。別にいいですけどね。あ、そうだ。契約書の前にこれ引くか。更新できました限界突破コーチ付きスカウト。TS 来ると思ってたのに代わりに来た裏切りの限界突破コーチ付きスカウト。楽天純正を完成するために使い切っちゃったからな。また地道に集めていくぜ。てなわけで今回はこいつで開幕だ。同時に捕手も追加されました。森友哉選手も欲しいですね。森選手に柳田選手、あと楽天の選手。今回はここら辺を引けたらなと思っております。あ、丸選手も欲しいな。とにかくオーダーに入ってくる選手を絶対に引き当てるぜ。さてここまで劇的に寒い演出ですが。なるほどなるほど。どうやら開幕ダッシュは失敗と。あれ、マジで、こんな編集になっちゃいます?契約書一挙開封。まあいいでしょう。切り替えるのは得意な方だぜ。ドブ色から引いていきます。多分ドブ色だけで20連くらいはできるかな。その後に S ランク確率契約書を引いて、最後は S ランク契約書もまとめて引いていくぜ。何人オーダーに入ってくるか、育成頑張らないとだ。プロスピフェスタも来てるしな。試練集会でもしながらこの週末は過ごすか。じゃあドブ色10連な。まあ、多分次回更新で TS 来るとは思うが、欲しい選手がいてもなかなかランキング走れない状況下にいるのでね。特にレイムが走ると言い出したら私は自動的に剣に回る定め。そうなるとやっぱ通常 S の引きが大事になってくる。静かなるカット。A ランクは2枚引けた模様です。この10連のハイライトは、連続与座投手ですかね。あるあるですよね。切り替えてくぜ。もう10連いきます。まあここはね、S ランク引けたらラッキーくらいに思ってます。多分まだ10枚以上あると思うけど、とりあえず今回のドブ色はここまで。はい、これで10枚と。さあ頼むぜドブ色。S 引けなきゃ問答無用でカットされるってことは確認済みだ。やばいか。よし A 以上は確定。もう一押しだ。もう一押しで放送されるぜドブ色。静かなるお疲れ。そうだな。この10連のハイライトは、与座投手の A かな。与座祭り開催中。切り替えます。S ランク確率契約書行きましょう。ここはさすがに S ランク初登場してくれるはず。見てください皆さん。最強決定戦ランキング81位の S ランク確率 30% 契約書。絶対引けるだろこれは。あとはキャラバンボックス1等報酬。3枚もあった。で対決カーニバルと。30% 契約書が5枚もあるぜ。あとは、10% もご一緒にどうぞ。以上かな。はい、S ランク確率 30% 契約書が5枚、10% 契約書が2枚の7連。もちろん S ランク複数枚に期待だぜ。よしおめでとう。あとはオーダーに入る選手が引けるか。極みになる選手、または極みで所持してる選手だな。さあどこで来るか。しょっぱなー。オーダーに入らないっすね。総力型だしそもそも限界突破無理。いきなり絶好調。入らないっすね。まだ限界突破きつい。総力型だしな。だが引きは良好。こうなるともう1枚くらい欲しい。ほら良好。亡命っすね。あ、違う違う。入らないっすね。なぜなら亡命したから、おいここにいたぞドラゴンズ。いや極みにできたら育成したかもだけど、さすがに幻突コーチは使えん。次行くぜ。さすがに3枚までか。ほいラスト。まだいましたー。入らないっすね。小笠原投手は極みまで持ってけず、A ランクは2枚しか持ってませんでした。でも S ランク4枚の大盤振る舞い。10% で取ってた。いやマジか。10% 契約書2枚で2枚とも S でした。確率を凌駕。オーダーに入る選手は引けなかったが大満足だぜ。それじゃあ本日の大取り行きましょうか。S ランク契約書は3枚あったな。S ランク7枚引いたら1人くらいオーダー入ってくるだろ。12球団オーダーでもよし、楽天純正でもよしだ。はいこれで3枚と。思った以上に動画長くなってしまった。これだったらレイム読んどけばよかったぜ。ラストお付き合いください。狙いは柳田選手、森選手、丸選手な。これだけ S 引いたら出てもおかしくはないはず。狙いの選手を引き当てて気持ちよく動画を終わらせるぜ。よろしくお願いしまーす。さあ1人目。湯浅投手だー。きついっすね。限界突破。おかしいな。結構 A ランクは持ってる方なのに、もうこうなったら楽天出てくれ。田島投手きたー。きついっすね。なんでやねん。小笠原投手も田島投手も A ランクいっぱい持ってたのに、つい最近育成で使ってしまった。ラスト頼むぜ。ラストかぶりー、さっき見たー。これだけ引いてオーダー入る選手ゼロなんだが。どうすっかなこれ。まさかのお蔵入りか。あったわ。強制的にオーダーに入る選手出す方法が。これ使っちゃいましょうね。サンキュー。はいじゃあこれで本当に終わりな。ちなみに楽天の S ランクは、ご覧の通り、岸投手しか持ってないので被りの心配はなし。とか言って前に岸投手被ったけどね。まあ、さすがに大丈夫でしょう。一番欲しいのは島内選手かな。12球団オーダーも強化間違いなしだぜ。ではご視聴ありがとうございました。ここはスキップでドドンと。ええー。